第3回2億円杯、これは1位を取ったら2億円をもらえるという記事想定の流れやってるからね。ただ本当にもらえると思ってやってるね。さあ今隣に前澤社長いると思って今マリオカートやってるね。前澤社長とあの元 ZOZO タウンの社長の人だね。さあ見てろよ前澤社長、わしがあったら今現金隣にあるね。隣に現金あって、やばい、よだれがこぼれ落ちそう。私いいぞアレックス。アレックスもお金持ってそうな名前だね。アレックス、アレックス、お前に勝ったらお前から2億円マリオカート理論で、マリオパーティー理論でスターをもらうみたいな感じで、お前から2億円をもらってもいいが、私の隣には前澤友作がいるからな。うわ、衝撃波持ってるわ、アレックス。アレックスやめよう、そういうことするの。アレックスだ、プレイに難あり。アレックス、プレイに難ありです。アレックス、プレイが荒れてるね。やばい、チャッシュックス。いいぞ、衝撃波でかわして。うわ、さすが2億円。2億円の道は遠い。さあ、アレックス、油断してるね。あまりに大きなこのプレッシャー。さあ、どうする？アレックス、くっそ、いや、こっから青コーラマジか。ただアレックスね、衝撃波持ってるぞ。これはね、魂の風もらう。アレックスブリ、いや、ただわしがバナナに引っかかってるぞ。アレックスも、うーわ、これが頂上決戦、レート8000、頂上決戦。なに、ここでブラジルの方出てきたね。なんだ名前、ちょ、名前、お前やばい。アレックスが3位に交代してる。これは1台で見てるか、優作、本当に2億円ちょうだいよ。さあ、ここアイテム絶対、あちゃ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 、熱い展開ってことこれが本当の。やめろよバナー飛ばして、くっそー、5位じゃもらえないんだって2億円。私これで借金返すんだって、やばいぞこれ。魂のバナナ連発、うーわ、女性が多い。さあ、女性に優しい世界、これ1個使う、いや、これ全部使っちゃおう。いい、4位浮上。うわ、この流れ、緑コーラ、ただ野生のアレックスがとことこ歩いてる。お前、とっとこハム太郎の外国バージョン、とっとこアレックス。青コーラ激アツワン出してくれ、ブリで。いや、これあるぞ、いや、ガチある、ガチある、ガチある。うえげうえげうわ、2位だ。いや、優作じゃ1億でいいよ。うーわ、日没ブラジルの方かと思ったら、めちゃめちゃネイティブな日本語。日没は綺麗だね。いや、みんなさっきの2億円杯練習試合だったらしいね。だからさっきのなんだっけ、ボタン持ちだっけ。いや、ボタン持ちの方ドンマイだね。いくら練習で1を取ってもやはり本番で1を取らない意味がない。それは今実践しようかなと思います。さあ、やっていこうか。さあ、一番いい順位だね、5位。この5位っていうのは下位からも上位からも狙われない一番マリオカートでいいとされてる順位だね。ただそろそろ前へ出ても、おっと、蹴る蹴る、お前よ蹴るっつってか、なんつって。さあ、蹴るをどうやって処理しようか。これがあれだね、さっきのボタン持ち戦で私が学んだことだね。いかにこの1位との厚い壁についてか。さあ、ここで前に踊り出たシューゲームズ、そこでさらに差を広げる、これが大事。1位で差を広げたら、じゃあ次どうするかって、もっと差を広げるんです。さあ、ケルーが来てるね。ケルー対私の一騎打ちになってきてるか。さあ、ケルーを蹴るための用意をしとこうか。さあ、なんかサッカーシューズでも手に入れたらすごい嬉しいんだけど、だこのコースあんまやれてないけど、今覚えたね。今この一瞬で覚えるっていう圧倒的成長率の速さ。お金は人間を成長させるからな。物理的な意味でも精神的な意味でも、お金というものは人間を欲病をさらなる高みに。はい、そんなバナナとバナナを仕込んどいてさ、ここでコインを使うことにより、ここで新たな入手アイテムをゲットできるシンクロ召喚レベル1シューゲームズにレベル9そこら辺のバナナをチューニング。おっと、やるねー、かわいいじゃねえか、ペンギン。2億円杯で優勝したら、お前のペンギンを買って別荘も買ってやるからね。待ってるよ、ペンギン。あのペンギンは野生にいるからね。私は人工的に飼って。ただ、ペンギンと人類の共存っていうのもまた一挙なのかもしれない。いや、ケルーが来てる。ケルーと私は一騎打ちになっているが。さあ、ここ、青コーラが接近している。ただ、ここで冷静な私。何が冷静か。青コーラに気づくぐらい冷静。私がこのマリオカートというゲームに夢中になっているときは、青コーラというものにも気づけない。ただ、今日の私気づくっていうことに、冷静さを欠ける。さあ、蹴る。ティッシュの煮物。うまいよね、ティッシュの煮物って。おいおいおい、バカバカバカ。やばい。ティッシュの煮物と、こんな奴に2億円を取らせるわけにはいかない。やばい。嘘だろ。赤コーラを取ったか。間に合うのか、私まだ。おーっと、ここでバンクラス。うん。電話入ってきた。何？え、これ、練習試合？うわ、2億円杯にクリボーも参戦してる。世界各国から参戦してるらしいね。いや、私ね、もう旅費もね、今日泊まるためにもう2億円ゲットすると思って1億5000万の旅館取っちゃったね。なんで今日絶対勝つしかないんで行ってこようか。で、これね、さっき電話したところ、これはもう練習試合じゃないらしいね。最終確認を行ってきた。なんでここは絶対にもう勝たなければ。ヤマピーもいる。ヤマピーも2億円杯を取りに来ている。さすがヤマピー。
あのバスケでドラマで話題だったあのヤマピーズだ、出てフグも来ている。さあ有名人が世界各国から出動している。ここショートカットいいぞ。日本人が多いね、あまり日本人が多すぎる。4位一番いい順位かもしれない。さあどうする、これ青コーラ行くのを待つしかないか。アディダスもいる、鍋の前に。さあここ取っといて、これ4位キープしていこうか。この冷静な順位から1億円2億円を取りに行くから1位の駆け足になる。ただ見て、キノコ左に3つあるんだよね。これを絶対使いたいから、どうする。ヤマピーも後ろからおそらく迫ってきてる。ヤマピーがスターになってる。確かに君はスターだけど、身も心もスターになるというのか。それはやめとけ。犯罪者になっても身も心も犯罪者になるな。心だけは純粋な純粋でいようみたいな。ヤマピーもそう。おお、ヤマピーが来ている、ガチで来ている。ここで青コーラが、ヤマピーが引かれた、ヤマピーが引かれた。さす、うわー、チャーシュピー、まだまだあるぞ。これかなりの危ない。ブーメラン、クリボーも2億円を取りに行ってる。クリボーの本名光る、見バレしてるぞクリボー。お前、さあクリボーも光る、引かれた。さあどうする、光るが引かれたっつってね。さあいいぞ、私ここでかなりの Z ヘイトになってる。さあただ1位があまりに遠すぎるか。さあただ待ちか、諦めない。ここ絶対キノコを死守している。ここで、さあここで使っ